はい、どうもレッドスパイダージュニアです。ということで、もういよいよ今週の日曜日ですね。2月23日、神戸、ハーバースタジオ、元上屋劇場だったところですね。で、ズンズンスプラッシュ、いよいよ今週日曜日になりました。はい、出演がレッドスパイダー、アポロ、ナチュラルウェポン、ケンティグロス、ジェレックス、キラ。はい、でまああとなんかいろいろ出ると思うんですけども、今週の日曜日にいよいよ迫りましたので、まだチケット買ってない人はぜひゲットよろしくお願いします。そしてサウンドシステム皆殺しもドーンと出ますんで、未成年も入場できますし、家族連れでも多分入れると思いますんで、よろしくお願いします。ということで今週日曜日は神戸上屋劇場、改めハーバースタジオで会いましょう。よし、じゃあ今日お前 MC してみるやん。MC してみる。15分やね、まだこれもう言っとくけども、じゃあ一回暑いからちょっと休憩していいよ。俺も30分休憩ね、うっさあほんま。じゃあ今日お前 MC してみるやん。MC してみる。これ動画関係ないから、動画で撮っといてや、一応今お前忘れてや。アポロやってるやん、お客さんに何かやらしてみたみたいな、お客さんに MC やらしてみたって話や。いけるってお前。いけるけどやめて。ほら俺より声通ってるやろ。ちょっと風邪気味やねん。いけるってお前。いけるけどやめましょう。何がいけるけどやめ、その自信ちょっとあるとこ見せるなよ。いけるけどやめときましょう。ただかお前。ペガサスみたいなやつやろ。びっくりした。いけるけどやめときどついたのかお前。前上がってこい。やってみよう。怖すぎます。じゃあだから。お前こっち来い。これかけるからな。それをなんか適当にフリしてジュニアロンダっていうところまでやって、いや俺ないよ、前の MC の人ロンダって言うやん。いやいや、ずんずん俺一番遠いそうですね。入ってるってことで、皆殺しの後ろ調子どうですか。いやちょっとね、前の声が強すぎて後ろの声が聞こえない。じゃあ前の人、後ろのやつに中指上げとくか。ジュニアワンダー。ごめん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 、シェフ、ちょ待ってちょ待ってちょ待って、一応ノリになったけど、なちょ俺前 見えへんと思うけど、ロンダって言った時な、こいつな足もこうやって、それがもうほんまにラッとした。ねえお前、もう一回や。ないやね今。もう一回。でしかもちょっとなんか何て言ったお前、なんて振り入れたの。前の人が声が良すぎて後ろが聞こえないと。で後ろの人に向けて中指。それはちゃうやろ。それはちゃうな。後ろの、それはあんま理不尽に中指上げさせてあかんで、俺理不尽に死ね言わんからな。理不尽に中指はダメ。じゃあもう一回、もう一回、もう一回、全然わからんけど、もう今の曲でいくから、なんかもっとオチは中指上げろったらもう成立するから。もう全然わからへん、全然わからへんけど楽しんでください。いやいやいや、今日は何15日やから、何バレンタインデーの次の日、いろんなやつがいてるかもしれないけど、バレンタインデーチョコもらったやつ全員中指、ジュニア、ワンダー。ごめん、ごめん、ごめん。お前もらってやるやろ。お前バレンタインチョコ彼女と来てんねんから絶対もらってるやろ。なんやったら、そういう感じで旅行来てる感じやろ。もらったはもらったけど、そんな気分では来てない。いやでもバレンタインチョコもらったやつ中指って。もらっといてそれはあかんやろ。お前らもうほんま下手、下手、やっぱ下
こんなにレッドスパイダーのイベント来てんのに。こういう時はもうな、もうジュニア君無茶ぶりっす。ジュニア君に仲呼び。ごめん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 。シュッフリー。ありがとう。ごめん。Thank you。さあこんな感じで盛り上がってたやつに全員仲呼び。レッドスパイダー。